りないな。行きなさてもまちの足長おじさんや足長おばさんが、今日来たばかりの太郎に酒の一杯でも、もしくはソフトドリンクの一杯でも、そして恥のかき捨て旅の歌い人に一杯ずつの飲み物をくれなさい。タロウに優しいソフトドリンクも。で、飲み物はどうしますか。ガチャなんかあるの、欲しいものは。ウーロンハイと。あ、そうか、ワイン決めた感じだ。なるほど。じゃあ、どうしようかな。ビールをもらいます。ビールと。それぞれの大事なもんをつなぎ止めて、
別の誰かに結びつけてくれた大事な存在。俺は恥ずかしながらそいつのことを兄弟で呼ぶ。別に組織やる気はない、告別式やる気もないが、イドキンの話を何度もさせてほしい。今日ぐらいにするから、あんたの酒を軽杯に変えるのは、でも大事なやつの話を大事にしたいのか。あいつが言ってたぜ、こいつは綺麗な不良、5歳にしてアポロシアターになって、もうブルースのギター弾きの父ちゃんに音楽のことやら箸の持ち方やら挨拶の仕方やら教えられていた男だ。慎吾ちゃんこいつは最高やねんって、それだけの紹介で俺と太郎は出会ってさ、あれからもう2、3年経ったら、今日は渋谷ルーツで大事な人たちと一緒に大事な時間を過ごす。音楽が今までみたいな形で伝わるよりは、俺たちの大事な人の目に見えない人の分までの大事な分もなんとなく歌うだって、誰かの減っていくグラスが別にその人のためだけの酒だとしても、あいつが見ててくれるからあいつのために叶えられた酒なんじゃないかっていう折り合いのつけ方で、今日はいい音楽ただやろうなって言って、酒を飲んでくれるあなた方みたいな人たちが音楽いいな、ミュージシャンいいなと思ってくれたら、それだけで嬉しいんです。音楽いいな、ミュージシャンいいなってもし思ってくれたとするならば、あのイドキンって男は音楽としてもミュージシャンとしても最高、ただ男として最高なんだぜ。太郎もう一回言ってくれ、スタンバーディー。
ありがたいことに音楽ドレミファソラシド ABCD マイナーフラットデミニッシュっていう世界共通の音楽言語は民族や文化や宗教やいろんな違いを超えていろんな世界に飛んでいく。もちろん太郎は自分の今息遣いを音楽に変えて世界中に言葉を放っている。たかし君もそう、カズヤもそう。でも日本語ってのは日本人にしかわからない。だから今日自分がどんな気持ちなのか、なんでこんな気持ちになったのかってのは世界何十億いてもあなたにしかわからないんです。なのでこの音楽の片付け方を世界共通の ABCD、EFG では終わらさないように、ちょっと自分で最後にマイク取らせてもらいたいと思うわけです。さっきも言いましたが、例えば俺には悲しみを超える方法があります。そいつが残してくれたものを数えて一緒に歌えば何となく折り合いはつきます。でもあなたが今なくした人というキーワードで思い浮かべるあの人の顔、あの人はきっと歌ってなかったかもしれない。あなたのおじいちゃんやおばあちゃんや下手したらお母さんやお父さんは形として残るものを何も残してこなかったかもしれない。でもその人たちが生きた証、その人たちが生きるために燃やした情熱、魂っていうのは音楽にとどまらずいろんな形で残ると思うんです。どうかきっとそれを感じ取るか感じ取れないか、それだけのスイッチの一つなんです。どうかあなたの大事な人が、あなたの会いたい人が今日もあなたのそばにいると思える想像力だけは、その手伝いだけは音楽ができますように。 Stand by me自分自身はあなたのそばに。そんな夜でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。